11×11=4、22、あ、これ、141だから、それ足して、16、あ、最悪だ。チェイスキラーです。クイズシティ。どうやらクイズに答えて生き残るバトロワらしいよ。ツイッターで教えてもらったんだけど、どうやら昨日つい最近リリースされたばっかりの新作ゲームらしいよ。全然わけわからんけど、やっていくわ。始まった。クイズとか雑学とか全然知らないんだけど大丈夫かな？スプラトゥーンのクイズだったらわかるんだけど、52ガロンの最速キル速はって18フレームみたいな。おすぐだがクイズ番組みたいな感じじゃない？なるほどね。で、クイズに答えて生き残るって、フォールガイズのクイズバージョンだ。ボクシングで上半身を後方に反らす防御を何という？え、知らない？ちょっと、ボクシングとか知らないんだけど、とりあえずパークリングなんか聞いたことあるわ。これ、ボクシングの防御テクニックの名前でしょ。いや、知らなすぎる。これ、ボクシングしてる人しか知んないっしょ。こんな専門知識。わかんない。合ってるかな？なにこれ、もう初見でデスっちゃう？なにこのイラスト。80年代みたいな。漫画じゃん。いや、知らねえ。うわ、脱落しちゃった。初手から最悪だ。初見殺し。なんか始まるんだけど、バトル開始って何？あ、なんか、完全にホール開始だ。え、これでもしクリアできたらさ、敗者復活戦みたいなあるんかな。いや、これはぜひともクリアした。いや、アクションゲームは任せてほしいんだけど、何これ、めっちゃ重いんだけど、カクカクしてる。何これ、ちょっと重すぎ。回線大丈夫かこれ。え、コイン、何コイン、コイン回収していく。わかんないけど、結構僕リードしてるね、多分。一番、なぁ、ちょっと、ボムが邪魔すぎる。この何、飛行物体みたいなのをかわさないといけない。残り50秒。いや、やばいんじゃない？え、でも目の前ゴールだ。いや、これ結構、早くね、僕。結構キャラコン良かったんじゃない？いや、このまま、ちょっと、爆弾が上から降ってくるんだけど。でもこれコインも回収して。オッケー、ゴール。え？すごくない今。初見で結構2位だったんだけど、残り5人。あれ、はい、敗者復活か。いや、次クリアしたな。第2問、早押しクイズ。うわ、すごいな。イラストが、ちょっと一昔の感じだ。最近実況したインターネットエンジェルみたい。早く答えた人が勝ち。早押しクイズ。針を使って銅板に傷をつけ、払拭させて作る版画の種類は？いや、知らねえ。知らなすぎる。でも適当に選んだけど、え、これ分かる人いんの？しかも早押しだから。エッチング、いや、知らなすぎる。しかも合ってる人いるんだけど。うわ、なにこれ。え、なんかさ、本当に専門知識みたいな、雑学知ってる人しかわかんないやつだ。もう、また脱落で勝たないといけないじゃん。任せた。でもアクションゲームは僕得意だからさ、もう一回綺麗に復活し、敗者戦でクリアしてもいいんだ。なんかさ、狙ってくるのなんだこの射線みたいなやつ。チャージャーじゃん。うわ、あ、落ちちゃった。いや、く、あー、でも、なにこれ、復帰、お、復帰できた。あ、これ一発処刑で死ぬわけじゃないのか。あら、いけ、そしたら全然 OK、全然 OK。ちょっと、8ボールみたいなのが転がってくんだけど。腹立つ、この BGM。煽っとるみたい。イライラするな。でも、やばい、残り50秒。いや、この弾を、かっちゃって。めちゃくそ吹っ飛ばされた。このわちゃわちゃパーティーみたいな感じ。でも曲はちょっと、でも好きかもしれない、ちょっとだけ。やりたいことばっかりみたいなゲームだな。ちょっと待って。いや、これ、ジャンプした、このコインは何コイン？あ、なんだ、クイズ来た。時代に流される人もいる。いや、それは丸でしょ。ちょっと待って、休憩。オッケー。なんだよ、その微妙なクイズは。スタミナ2倍アップ。あ、でもこれ、長く走れるようになる。いや、これ、ちょーっと。いや、あー、ちょっと、腹立つ。ちょ、あー、なんとか、20秒。よっしゃ、危ない。アップねー。難易度上がってるね。え、クイズクリアしたいんだけど、さすがに。クイズに正解したら、脱落者の、ところに噛んでいいってことでしょ。柔道で最も高い段位となる帯の色は何色？あ、これ黒色だ。黒帯。シー。ちょ、走って。ちょっと走んないんだけど。シーシー。危ない。4人制限にギリ間に合った。でも奇跡じゃない？スレスレだった。いやー、これは、さすがに合ってるでしょ。これ違ったら泣くんだけど。黒帯だよね、一番高いのって。正解は。え、ちょっと自信なくなってくる。合ってる？正解は。紅色？は黒帯じゃないの？知らない。わ、まあ、脱落コースやだ。でも腹立つんだけど。オッケー。あぶねえな。残り13人が結構残ったね。クイズがメインのゲームなのに一回も正解してないんだけど、早く答えた人って、イギリスの爵位の中で一番、あ、これ、デューク、知ってる。おしこれ、早かったんだ。今めっちゃ早かったし、僕。覚醒した。問題文一瞬で読んだ。オッケー。あ、1位だ。一番早く答えた。やった。やっとあったんだけど。ずっと脱落してたからさ、萎えてたんだけど。
あー、これで免除されるっていうね、ステージ。勝ち組の皆さん、さあ、武器を取りなさい。あ、待って、これ、そういうことか。勝った人は脱落者のステージで、妨害できるってことでしょ？いや、この制作者、もうちょ、性格はねじ曲がってるわ。あ、で、お金がいっぱいあったら、この高級武器、最強の武器が買えるってことか。なるほどね。理解、理解。じゃ、脱落者をもう、ぶち落とすってあるか。一人でも多く脱落させて、もう次で優勝していきたいだよ。もう性格が悪いね。これ爆弾投げとこう。これ吹っ飛ぶんだよな、結構。結構当てられたからさ、これ仕返ししたのは。ああ、もう一番楽しいわ、これ勝っとるけど。これね、知識がある人にね、人権があるって。そういうことがもう一生粘着したのか。落ちる落ちる。残り70秒間、もう永遠にあの1のやつ、ね、もう踏みつぶすわ。これ ADS して。性格悪いわ。こういう時は一番楽しいな。早く答えた人が勝ち。ドラムを演奏するときに使う足を操るシンバルのことをなんていう？ハイハット、ハイハット、ハイハット。これこれ。おっしゅしゅ。いや、ちょっと今遅かったな。ね、選ぶときが遅かった。もうちょっと早く見つけれたらよかったんだけど。あ、合ってるけど、元軽音部舐めんな。でも結構これ有名だよね。遅かったかな？どうだ？入ってる？あ、マジか、くそ。5位。うわ、なに？ 0.4 秒ぐらい。うわ、マジか。うわ、もう、また底辺での争いか。いや、もう、ま、いいや、いいや。結構でもさ、ステージはさ、簡単だよね。意外と落とされなかったし。イエーイ。なんか、ガレリアとか提供書いてあるけど。やみ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 。わあ、誰が生き残るのでしょうか。ドキドキが止まんない。早く答えた人が勝ち組。そんな感じ。11×11=4。22。あ、これ、141だから、それ足して、16、16。あ、めっちゃ今、頭冴えたでしょ。これ分かったみんな。これ122なんよ。11×11。で、その121を全部足したら4。ってことは、22×22 は、484、16やろ、全部足したら。ほら、すごくね？これ合ってたでしょ。え、早すぎない？ 1 秒で答えてるやついる。え、それ問題読んでないじゃん、絶対。うわ。もしかしてこれ同じクイズとか出たりすんのかな？うわ、めっちゃ早かったと思ったのに。うわ、ないわー。ちょ、恥ずかしい。みんなさっきの言葉何も聞かんかったほしいね。なめんな、このアクションゲームとかな、もう寝ながらでもで勝てるわ。あ、なんかこれ、開かないんだけど。結局はな、クイズでどんだけミスっても、このアクションゲームで生き残ればいいよ。完全に負け犬の遠吠え。お、クイズ。日本の道路は左通行である、丸。あ、制作者が普通の精神でよかったわ。はい、ゴール。これまた1番じゃない僕。ちょっと、遅すぎない？敗者たちの、あ、残り8秒しかないよ。あ、やばいやばい。これ間に合わなくない？残りの3人。あ、やばいやばい。あ、脱落者かな？これは。あらら、あらら。残り6人。いやーね。敗者の中でもまた落とし合う。見にくいね。なんかあ、決勝戦。なんか違うと思ったら決勝戦だ。いや、これ勝ちてな。最後の一回りだで生き残れば最優勝なのじゃ。レッツサバイバルフェス。第1問。いや、簡単なクイズで。僕の得意なクイズ。なんかスプラトゥーンで。キューバの共和国の首都はどこ？いや、知らん。ワルシャワ聞いたことあるけど、これでいいかな。あ、待って、ハバナ、ハバナ、あ、くそ。じゃあ、ちょい、コーヒーチェーンといえばどこ？ドートルコーヒー。あ、待って、トースター。さ、ちゃんと読んだ方がいいよ。プロレスの発足技、サミングは何をすることなの？首を絞める。え、目つぶしなの？知らん。プロレス好きすぎない？このゲーム。メジャーリーグ2021年でワールドシールド、知らん知らん。あ、ニューヨーク、ニューヨーク。これ、あ、ヤンキー、あ、出てた。不合格。はぁ？待って、クイズガチでいるんだけど。わ、なにこれ？答えを間違えてしまうとは、さ、70秒か耐え抜き。なにこれ？え、知らないんだけど。30秒間生き残るっていう、新ステージに来たんだけど。やりたい放題しすぎじゃないこのゲーム。残り3秒。あ、始まってしまった。生き残るぞ、これ。キャラコンで、かわしていって。何が当たった？なにこのゲーム。面白いな、このゲーム。